はい、どうもゆうたです、今回もね、ガレージ山郷さんに来ております。で、今日は何するかっていうと、一応ね、注文していたね、スピリットとね、山郷さんで開発している 2way の車庫帳の取り付けと、まあ今シーズンに向けてのアライメントのセッティングと、あと車重をね測定しますんで、はい。でこちらがね注文していた、スピリットと、一応ね山郷さんのところでオリジナルっていうか山郷さんのところでしか買えないやつです。一応山郷さんとスピリットさんで作ってる車庫帳で、一応この別端 2way 式の調整式のやつの車庫帳です。で一応仕様としては、伸びと縮みの減衰が20段階のもので、でアッパーマウントはハイキャスター仕様になってます。でまあフルオーダー式なんで、あのバネレートとかも選べるんですけど、一応デモカーと同じ16kg16kg で今回は注文しました。で一応これ別端式なんで、ここでねそのまあ基本的にこっちで伸び側の減衰を調整してあげて、でこっちでねあの縮みちょっとね細かく味付けするような感じになると思います。で一応こちらのね、車庫帳お値段なんですけど、定価一応50万円ですね。で一応、スペック S っていうものを買うと、普通にこういうヘルパーとかついていなくてオプションになっちゃうん でスペック S っていうのは34万ぐらいするらしいんで、例えばこうこれが、2万1000円ぐらいするん で4万2000円でしょ、4本で。でハイキャスターとか加工すると1個1万なんで、それでももう8万ぐらいいっちゃいます。でまあさらに別端とかもねまた別なんで、一応ねその50万っていうのはね、これと同じ仕様普通に頼むともっとねオーバーしちゃうんで、このね山郷さんのところでしか買えないこのスピリットのなんか一応マイスター店で、この山郷さんのやつはもう山郷さんのとこでしか買えないんで、ちょっとねスバル乗りの皆さんはぜひちょっとこれお買い得だと思うんで買ってみてください。はい、 HKS の車庫帳のフロントの重さが7キロです。からの山郷さんとこのスピリットは記事かけちた、もったいぶりますね、うん飲んだよもう別端分重いかな、別端分で 500g 重い、 500g、 まあでも性能と比べるとまあそう思っていただけるとですね、まああえてのスチールケースなんでね、剛性を取って、うん、はい、1ケースもそうだけどね、はい、4キロですね。からの今日は重そうだね。スピリットは 500g 4.7、 なるほど、別端分です。今とりあえずフロントはつきました。こんな感じです。よいしょ。
この後ね、アライメントをセットしていきます。リアもこんな感じでつきました。今、一通りアライメント調整終わって、まあ車庫帳も無事ついて、まあとりあえず完成という感じですね。で、ね、皆さん気になってるのが車重ですよ。ドンガラにしたんでね、去年は1502キロだったんですけど、今年は1442キロです。で、ガソリンがね、10リッターぐらいは今年多いんで、で、まあ、1リッター 0.7 ぐらいで換算すると、まあ7キロぐらいマイナスしてもいいのかなっていうのと、あとは、フロントのフェンダーを FRP にしたのと、アンパネのサイドのパネルを取ったので、それぐらい、ちょっと軽くなってるかなっていうのがあって、で、あとは、ま、車庫帳がちょっと4つ合わせて2キロぐらいは重くなってるんで、まあ、それ合わせても65キロぐらいは軽くなったのかなという感じです。で、あとは、ま、バランスもね、そんなに悪くないんじゃないかなと。50.43 でね、まあ、いいんじゃないかなという感じです。で、あと、アライメントの方はね、まあ、の方は両方前後アウトにしてます。で、キャンバーフロントの方はね、今年はちょっと 4.2 度とね、まあアッパーマウントとハイキャスター仕様になってるんで、まあ、H ケースの時よりはちょっとキャンバーつきやすいかなという感じです。で、フロントも圧倒的にキャンバー多分足りてなかったんで 4.2 度で、リアの方がね、4度ぐらいになってます。こんな感じでなってます。あとキャスターの方もね、一応ねちょっと測ったんですけど、まあ7度ちょいぐらいかなっていう感じです。で、まあ終わったんでね、あとはね、ちょっと乗り心地とかね、いろいろ気になるんで、帰り道ちょっとインプレッションしながら帰りたいと思います。今ちょっと車庫帳を変えてから、まあ2、3日ぐらいか、3日目ぐらいなんですけど、まあちょっと乗ってみてね、一応まあ少し乗ってみてからね、ちょっといろいろ試してみて、おい、タイミング悪いな、喋ってんだ人はこっちはよ気になるな何かあったんだろうね、気になるんだよなで、一応ちょっと乗ってみての感想、自分が予想してたよりだいぶマイルドで、もっとバネが16キロなんで、もっと硬いのかなと思ったら、全然そんなことなくて、すごいね、乗り心地よくて、路面悪いとこでもやっぱりこう、しなやかに捉えてくれるんで、突き上げ感がないんで、やっぱそういう道でもこう踏んでいける、走れるっていう、やっぱいい足、まあバネレートが全てこう硬いに直結するんじゃなくて、まあいい足なんだろうなっていう、えっ、おい、違反だよそれダメでしょ、おい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 、新虫やでっていう感じでね、すごいね、本当に16キロとはね思えない感じの硬さで、16キロとは思えない硬さ、もっと硬いのかなと思ったんだけど、全然そんなことなくて、普通に街乗りでも本当に乗れる感じ。まあ今
まあ減衰最弱なんで20段階中一番緩い方なんで、まあこの後ちょっとね今首都高乗ってみて、まあちょっとね街乗りじゃなくて速度域高いとこでもどんな感じかで、その後締めてみてどれぐらい硬くなるかっていうのをちょっと差を検証してみたいと思います。じゃあちょっと首都高乗ってきます。以上です。